リンカン・レッド・インプス・フットボール・クラブは、ジブラルタルのサッカークラブ。2015年時点で、ほとんどの選手が、サッカー以外に本業を持っている。過去に、入ッする FC のクラブ名で活動していた時期がある。1976年、チャールズ・ポルソンによって創設された。チームはブルー、バトンズと呼ばれた警察のユースチームとグラシス、ユナイテッド、セント、 ジャゴを放出された選手から構成され、ジブラルタル四部リーグに参戦した。チームの多くの選手は、数年前のワシントン、ニューヨーク遠征で印象を与えた U-15 ジブラルタル代表選手だった。チームがシニアレベルでプレーできるまで成熟したとき、セカンドディビジョン参加を決断した。1981から82シーズンにリーグ優勝、ディビジョンカップ優勝を果たし、 1>, 1シーズンでファーストディビジョンに昇格した。翌年はファーストディビジョンで注意に終わったが、1983から84シーズンにリーグ優勝し、プレミアリーグに初昇格した。プレミアリーグ1年目の1984から85シーズンにグラシスユナイテッドと両チーム同時優勝で初優勝を果たした。 チャーリー・ヘッド監督の下で1984年から1994年の間に7回のリーグ優勝を記録し、当時の所属選手の多くが1980年代と90年代のジブラルタルを代表する選手だった。チャーリー・ヘッド元監督、当時所属していたデレク・アルマン、テレンス・ポルソン、ミック・マケリュイ、スティーブン・ヘッドなどの元選手が後にクラブ運営に携わった。 2013年5月、ジブラルタルサッカー協会が UEFA に加盟した。2014年、通算20回目の優勝となるプレミアリーグ12連覇を達成し、ジブラルタルのクラブとして、史上初の UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。また、ロックカップ決勝でカレッジヨーロッパに1の0で勝利し、15回目の優勝を果たした。 通算14回目のダブル達成となる。2015年、リーグ13連覇とロックカップ2連覇を達成し、通算15回目のダブルを達成した。シニアカップは準決勝で、セントジョセフスに敗れた。2015年7月7日、UEFA チャンピオンズリーグ予選1回戦の第2戦で、サンタコロマに勝利し、ジブラルタル勢として、UEFA 主催男子サッカー大会で、 初勝利を記録した。ありがとうございます。